春日川大橋に来ています、前回の東海自然歩道を歩き旅ではここまで来たので、今日はここから出発します。では行ってきます。東海自然歩道からはちょっとそれるんですけど、こちらの天空の遊歩道というのが景色が綺麗なようなので、ちょっとそっちに立ち寄ってみたいと思います。こちらが天空の遊歩道の展望台です、岐阜のマチュピチュと呼ばれているらしいです。谷山のハイソンに来てます。人は住んでない村のようです。崩落のため通行できません。マジか、とりあえず行くしかないな。今更帰れと言われてもちょっと帰れないんで、とりあえず行くしかないです。ここでテント泊でもできたな。ここはよいしょ、入ってるかな、入ってた。失礼します。ここが鍋倉山の山頂ですね。1050m。景色はあんまり見えないです。はい。鍋倉山から降りてきて、もうすぐキャンプ場に到着します。
17時がキャンプ場の受付の締め切りなんですけど、まあ、さっきちょっと電話して、まあ、遅れますということで、待っててくれるそうです。なので今ちょっと急いでキャンプ場に向かってます。こっちは違うか。今ご飯を作ってます。まあ、インスタントの味噌汁です。まず味噌汁の方からいただきます。結構ピリッときます。寝袋を広げました。こんな感じです。今日は疲れたので早く寝ようと思います。はい、じゃあおやすみなさい。ただいま朝の、5時よりちょっと前です。今起きました。ちょっとじゃあ外出てみましょうか。テント張ってるのは向こうに2張り張ってるだけで、他にお客さんはいなさそうです。はい、じゃあ今から朝ごはんを食べたいと思います。今日の一品目は、ミネストローネです。いただきます。温まるわ。続いて、また同じアルファ赤米の、五目ご飯です。こんな感じです。最後はコーヒーです。はい、テントの撤収が完了しました。時間は7時37分です。はい、これから、2日目の、東海自然歩道の歩き旅を再開したいと思います。行ってきます。すごいいい天気なんですけど、めちゃくちゃ暑いですね。
こちらの郵便局に、寄って後ろのリュックに背負ってたテントとか寝袋とか、それらの重たいやつを全部、家に送りました。それでもうリュックの中身はほぼ空っぽになったんで、めちゃめちゃ軽くなりましたね。橋桁しか残ってないですね。これは鉄骨の上を渡るということか。怖いな。うわ、怖っ怖っ、めっちゃ怖い。うわ怖っ怖っ、うわっ、そんなに怖いと思わなかった。うわぁ震えるわ。おぉ、こっちだこれ。こっちだ。え、わからん。これかな。これだね。今からこっちの山の方を登ろうかと思うんですが、道が本当に合ってるかどうかよくわかんないんで怖いですね。そこかな、こう上に上がってくのかな。ちょっと行ってみるか。方角的に上がってる。嘘だろこれ。違いそうだけど、とりあえず上に登ればなんかわかるはず。一番登れそうなところ。滑る。とりあえず休憩。昼がいる。くそ。
あーダメだダメだこれ。無理やった。無理だ。俺は無理だ。なんとかさっきの崖を登り切って上まで来たら道がありました。どうやらずっと道を間違えてたみたいで、川沿いを歩いてきたんですけど、もうなんかちゃんとした道が別のルートであったみたいです。あそこでちょっと30分ぐらい時間使ってめちゃめちゃ疲れました。これでようやく次進めそうです。はい、はい、ようやく峠まで登ってきました。ここからまあ下りなんですけど、登りでだいぶ体力を使ってしまってかなりもうヘトヘトですね。目的地までたどり着けるかどうかわかんないですけど、とりあえず行けるとこまで登ります。はい、山から降りてきて、今横倉というところまでやってきました。ここから、華厳寺の方まで今日は行く予定だったんですけど、まあ、あと一山越えないといけないっていうのと、もう疲れたので今日はここで終わりにしようかなと思います。お疲れ様でした。